遺産修理工学の6回目の授業を始めていきます。今日は油銀群の話なんですけども、前回ですね、置換群とか置換の話をしていましたけども、それはその油銀群の特別な場合なんですね。で、ある意味この一般論というか、もう少し一般的な場合を今日は話をしていくということになります。今日の目標は油銀群に関する基礎的な用語が使えるようになるということです。で、群に関する用語いろいろあるんですけども、まず群の定義ですね。で、単位元と逆元というものがあります。と、群の表示。では、群に関する同形性や順同形性というものがあるので、それを紹介していきます。じゃまず群の定義ですね。群というのは、こういうふうなものだと思っていただきたいというものの例で挙げていて、まずですね、これですね、整数全体の集合 Z は加法プラスに関して群となり、その群を Z プラスと表す。こういうような言葉遣いを使ったりします。でですね、ここに書いてあるのは、その表なんですけども、これは、その整数のこの加法ですね、足し算がどのように行われているのかってことを示している図なわけです。例えばですね、今ここに、整数が並んでます。整数が並んでます。で、この横にも整数が並んでます。で、例えばですね、この縦のところのマイナス1。で、横のところのことですよね。列のマイナス1で、行ですね。行のマイナス1で、列の2。っていうのを見て、その交わったところに見ると、これ1っていうのがある。これ何を表してるのかっていうと、その行の方のマイナス1と、列の方の2に対して、このプラスっていうのを、してあげると、1になりますよ、ということですね。これを表していると思ってください。で、同じようなことは別のところでもありまして、例えば、その行の方から2、列の方から4ということと交わっているところは6になった。で、これは2プラス4が6であるということを表しているというふうに思うわけです。ですかね。で、こういうことが、この表でわかるということですね。で、このような表のことを、群表と読んだり、経理表と呼ぶとありますけども、こういう表になっているようなものが、群だというような気分になってくださいます。でですね、今この整数全体の集合は加法に関して群だというふうな、言葉遣いをしているんですけども、つまりこの集合とですね、この演算っていうのがこの組になって群となるというわけなんですね。で、そういう形の定義が群に対して行われます。で、群とは一般的に2つのものから定義されます。で、それは何かというと、まず集合です。これ G と書いてます。集合 G ですね。で、もう一つ G 乗の演算です。で、ここでは丸という演算の記号を使ってますけども、だから先ほどの例で言うと、G っていうのがこの整数全体の集合 Z で、この丸っていうのがプラスになっているというふうに思ってもらうわけですね。で、この演算っていうのは何なのかっていうと、2つこの G の要素があったら、それに対する演算結果がこの X 丸 Y という形で書けるとですね。で、この X 丸 Y っていうのもこの G の要素の一件です。先ほどの例で言うと、整数を2つ持ってきて足し算をしたら、その結果も整数であるというわけになってですね。で、演算は今これ丸という記号で書いてますけども、他の記号、先ほどの場合はプラス。掛け算を表すような記号で表すことも多いです。どんな記号でも構いませんけれども、演算を表します。で、X 丸 Y のことを単に XY と書くことも多いですね。で、今後これを用いることもあります。この授業内ですね。で、このような2つのものを持ってくると群が定義できるんですけども、これが群であるというときには、次のページに挙げる条件を満たす必要があります。出す必要があります。で、それを今から紹介するんですけども、群といったときには、この G と演算を組にした、こういう、順序値ですね。で、これによって群を表すことも書き、えっと、ありますし、この演算がですね、文脈から分かっている場合には、この G という集合だけを使って、この群を表すこともあります。ではですね、この条件何なのか見てみましょう。で、これはですね、3つあります。この F 組 G 丸が群であるとは、次の3つを見出すことです。で、1つ目、あるその G の要素 E というのが存在して、因義の X に対して X 丸 E と E 丸 X は X なんじゃない。こういうことですね。で、2番目。
任意の要素、G の任意の要素 X に対して、ある要素 Y が存在して、X 丸 Y と Y 丸 X は共に E である。この E は上で書いてあるこの E ですね。なくちゃいけない。ということです。で3番目。この演算っていうのは結合性と呼ばれる性質を満たすということです。それと結合性と何かというと、それがここに書いてあります。で読むと、任意の X、Y、Z という G の要素に対して、X 丸 Y 丸 Z は X 丸 Y 丸 Z と等しい。だからこのカッコの付け方ですね。カッコの順番は別にどういうふうな順番につけてもよくて、それによって演算の結果は変わりませんということを意味しているのはこの結合性です。で、この3つの、性質を満たすようなものの群の、もののことを群と言います。じゃあ先ほどの例、見てみましょう。これですね。整数全体の集合 Z は加法プラスに対して群となると言ってました。で、初めの条件っていうのは何だったかっていうと、ある、ちょっと色変えましょう。すいません。ある E が、存在して、任意の X に対して、ちょっと場所が足りないので、ちょっと動かすと、任意の X に対して、X 丸 E イコール E 丸 X イコール X って、こんな感じでしたね。で、今、ここでは、G っていうのは、これ実数の、整数の集合です。Z ですね。で、この時に、この丸っていうのはプラスだったというふうに言ってましたね。はい。で、じゃあ、これ E っていうのを実際に何にすればいいかというと、この場合は、0ですね。0。0がこの E の働きをします。で、実際に X 丸 E が X プラス0と0プラス X は X に等しいということになるわけですね。うん、それが、まあ、これはこの表を見てもわかりますし、まあ、今言ったような理由。分かるということになります。ということで、1番目の条件は満たすということが分かりました。じゃあ、2番目の条件と3番目の条件どうでしょう。2番目の条件は何だったかっていうと、また書くと、任意の、要素 X に対して、ある Y が存在して、x 丸 y イコール y 丸 x イコール e でした。で、今、この例の場合は e は先ほど言ったとおり、これ0であるということを言ってましたね。はい。じゃあ、任意の x に対して y として何を選べばいいのかっていうことを考えるわけですね。そうすると、実はこの y として、この場合マイナス x の取ってくればいいということになります。例えば、2、マイナス2が x であるとしたら、それに対して y は2を取ればいい。で、そうすると、その足し算の結果は0になります。ということになります。で、このように、どのような X を選んでも必ず、この列の方で Y が選べて、その演算の結果が E、0になるというものが必ず見つかるというわけですね。で、この場合もこの2つの条件を満たすということがわかります。じゃあ、3つ目の条件何だったかというと、3つ目の条件はこの結合性ですね。で結合性っていうのは、この演算がですね、プラスであれば、まあ、我々目指すことを知っているので、いいですね。大丈夫。だから、この条件も目指すということになって、確かに Z、まあ、Z プラスですね。Z プラスという、この、組というのは群であるということがわかるということになります。でですね、一応この、いろんな用語がありまして、何かというと、まずこの一番目の条件に出てくるのは E という要素のことを、この群の単位元と言います。はい。これはまあ、よく出てくる記号にはですね。で、二つ目ですね。この X に対する Y。二番目の条件における。この Y のことを X の逆元と呼びます。逆元と呼びます。で、まあ、これはですね、X インバースと書くことが多いです。まあ、なんでしょうね。まあ、その掛け算っぽいイメージで、まあ、そういうふうに書くことが多いんですけども、まあ、今後、この記号を使っていくことにします。はい。これは単位と逆元ですね。ですね。X の逆元です。X の逆元という言葉の使い方をします。はい。じゃあですね、いろいろと今からですね、群ではないものを見ていきましょう。整数全体の集合 Z は、乗法に関して群になるか、ならないかと言われたときに、これはならないんですね。なぜかと。なぜかと。
言われると、まあ、これは考えてほしいとですね、これは、人種問題になっていると思うので、これ多分考えてください。2番目、有利数全体の集合 Q は情報に関して群になることです。これもならないですね。これ実は上のものとも関係してますけども、どこもなりません。だから、なんかその、勝手に集合と、なんか、演算を持ってくると、それで、群になるかと言われると、そうでもないということが重要ですね。3番目。実数全体の集合 R と、この、まあ、減算、減法。これを組みにしても、これ群にならないです。なぜでしょう。まあ、これ、演習問題なので、それも考えてみてください。はい。だから、群じゃないものっていうのはたくさんあります。ただ、まあ、ある意味で、その、まあ、群になるっていうのは、ちょっとした、その、あれですね、運がある、運というか、偶然、その、なっている場合もあるわけですね。だから、何でもかんでも群であるというわけではないので、それは注意してもらって、だけども、群っていうのはたくさん、いろんなところで出てきます。はい。で、じゃあ、群の例として、もう少し抽象的なものを考えてみましょう。これ、抽象的なものですね。この G という、集合として、X、Y、Z、W という4つの要素があるものを考えて、それに対して、こういう表で与えられる演算を考えます。だから、これ何言ってるかっていうと、ここですね。これを表していると。例えば、y、z に対して w と書いてあるのは、y 丸 z イコール w であるということを表しているんですね。で、これは、y 丸 z、ここですね。違いますね。ここじゃなくて、y と z だから、y と z、ここですね。ここを表に書いてあるということになりますね。で、この16個を、書いてある16個を全部、まあ、表にして表していると。となりますね。で、まあ、これを見ると、先ほどの、条件ちゃんと、3条件ちゃんと満たしていることが、まあ、確認できます。で、これはですね、ちょっと、ちゃんとやらないといけなくて、本来は、大変なんですけども、ちょっと、じゃあこの場合は、ちょっと端折りながら言いましょう。で、まず単位元は、これ単位元なんでしょうと言って、ざーっとですね。もうこれ多分ですね、これ単位元は、これ X です。X。で、なんでかっていうと、例えば、X 丸 Y、Y 丸 X。これ見てると、これは、確かに Y になってますね。x 丸 y がここで y 丸 x ですね。じゃあ、x 丸 z イコール z 丸 x イコール z これ成り立ってますかと聞かれたら、これどうでしょうね。x 丸 z はここ z ですね。z 丸 x。はいですね。成り立ってますね。成り立ってる。正しい。じゃあ、x 丸 w イコール w 丸 x イコール w。これ成り立ってますかね。x 丸 w がここですね。w 丸 x。これも成り立ってる。じゃあ、もう一個確認する必要があって、x 丸 x は x ですかと。でこれはこれ正しいですね。正しい。ので、x が、いや、単位元です。で、ちょっとここでは証明しないんですけども、単位元っていうのは、この群にあるとすると、一つしかありません。あるとすると、あるんですけども、あるんですね、群が。群には単位元があるんですけども、その群における単位元は必ず一つ、唯一に定まります。だから、x だけは単位元です。次ですね。じゃあ、x の逆減なんでしょうって言われると、これ、じっと見るとですね、x の逆減はこれ、x ですね。単位元の逆減は自分自身になります。はい。それは、まあ、この式からわかるということになりますね。はい。じゃあ、y の逆減は何でしょうと。で、y の逆減は、これ、じっと見てあげて、この y のこの行みたいなですね、y に何をかけると x なのかっていうと、これ、w ですね。x が単位元ですけども、y に w をかけると単位元になるんだから、w が、逆減の候補になります。で、実際にそうかっていうと、yw は、今言ったと x なんだけども、じゃあ逆にかけると、w かける y はどうでしょう ?w 丸 y はどうでしょう ?w 丸 y、x ですね。だから、どちらからやっても x なので、確かに y の逆減は w です。でですね、y の逆減が w だったら、w の逆減が y にならなきゃいけないってことが、実は群の性質からわかります。で、実際に、まあ、これは、この式を見てあげればわかるんですね。はい。じゃあ、z の逆減は何でしょうって言われると、これ多分 z ですね。で実際に、じゃあ、z かける z を見てあげると、z かける z、これ x ですね。だから、確かに z である、z であると。いうことがわかるということになります。はい。で、あともう一つ確認しなくちゃいけないのは、結合性ですね。で、これはですね、まあ、この表をですね、いろいろと頑張ってやらなくちゃいけなくって、まあ、これはすべてのですね、この組み合わせに対してこれ確認してあげる必要があって、これは大変なんですけども、まあ、やるとできます。はい。
ではですね、今ちょっと言わなくちゃいけないのは、この軸弦っていうのも、存在するとすれば、ちょうど、一つに、唯一に決まります。W の軸弦も唯一、Z の軸弦も唯一、Y の軸弦も唯一、で、X の軸弦も唯一。これは、どのような群においても正しいです。群においては、任意の弦の逆弦は必ず唯一に決まります。はい、いいでしょうか。じゃあ次の例ですね。こういう事例、ちょっとまた同じように X、Y、Z、W なんですけども、ここの実は表自体は先ほどと違います。G と違います。じゃあこれにおいて、単位弦と逆弦なんでしょうと考えるわけですね。これ、まあ、これ考えてみてください。実際にちょっとやっぱりやろうかな。単位弦はこれ X ですね。さっきと同じように。さっきと同じように、確認すると X、丸 X は X ですね。じゃあ、X、丸 Y と Y、丸 X、ちゃんとこれが本当に Y かなって確認すると、X、丸 Y は Y、Y、丸 X です。Y、正しいですね。正しい。じゃあ、X、丸 Z イコール Z、丸 X は Z でしょうかと聞かれたら、これ確認すると、Z、X×Z は Z ですね。で、Z、X は Z だから、正しいですね。正しいってことを書きたい。正しい。じゃあ、X 丸 W と W 丸 X はどちらも W でしょうかと聞かれたら、XW は W、WX は W だから正しいですね。だから、X は単位弦です。はい。X 単位弦なので、X の逆弦は X です。じゃあ、Y の逆弦は何でしょうと言ったら、Y と何かけたら X になるのか、単位弦になるかと言われたら、Y と Y かけたら単位弦、X になるので、これ、Y の逆弦はこれ X です。違います。Y です。Y の逆弦は Y です。Y 丸 Y が X だからね。ですね。じゃあ、Z の逆弦ないかというと、同じように見てみると、この、ここですね。ここに今、この、単位弦出てきているので、Z の逆弦これ Z で、W の逆弦これ W になりますね。こんな感じになっていると思いますね。だから、これや、この群においては、自分自身が逆弦になっているって感じになっているので、先ほどの群とは、まあ、違う群になっているということもわかりますね。はい。まあ、結合性も、まあ、頑張れば、確認できるということになります。はい。で、これちょっともう少し大きな例ですね。6個要素がある群ですけども、ここにありますね。で、これはだから 6×6 の表になっていて、これ全部36個ここに書かれていると大変ですね。でもこれが本当に群なのかってことを確認しても大変な気がしますけども、この場合はですね、まずこの E と書いてあるこれが単位弦になるようにもう、これ作っております。作っています。で、まあ実際に単位弦とか多角要素 E、A、B、X、Y、Z の逆弦なんだかってことは、まあ、これ見てればわかるということになります。まあ、先ほどと同じように、この表においてですね、どこにこの単位弦があるのかってことに着目するとよろしいです。ですね。はい。で、結合性もこれ確認できます。でですね、この表において、この群において、ちょっと強調したことが一個あって、何かっていうと、これは可換性を満たさないです。何かというと、A 丸 Y と Y 丸 A は異なります。実際に A 丸 Y、この表において考えてみると、A 丸 Y は A と Y がここですね。Z となりますね。じゃあ一方で、Y 丸 A は何かというと、Y で A だから、ここですね。これが B になります。Z と B はこれ異なる要素なわけですね。で、先ほどのですね、先ほどの一番初めの例の Z プラスっていうものでは、X プラス Y と Y プラス X、これ必ず等しいわけです。で、こういうものは可換性を満たすってことです。だから、可換性を満たす群とそうでない群っていうのがあるわけですね。で、ここの例は、ここの例は可換性を満たさない群になっているということになります。で、可換性を満たすか満たさないかっていうのは実は割と重要なポイントになっていて、群を考える場合には、その可換性を満たす群はすごくいい性質を持っていて、可換性を満たさないと、そのいい性質っていうのがあんまりなくなってしまって、いろんな嬉しいことが言えない場合もあるんだけども、それでもなおかつ、群っていうものを考える意味があるということがあったりします。ってことがあるので、その可換性を持つ群のことは、なんか名前がついていて、アーベル群と呼んだりします。アーベルが貴重な名前ですね。で、何かというと、今言ったような、この、交換性、可換性を持つような群のことです。もう少しちゃんと言うと、任意の要素 XY に対して、X 丸 Y と Y 丸 X が必ず等しくなる。そういうような群のことをアーベル群と言います。はい。で、その可換性を持つ群のことなので、アーベル群のことを可換群と呼ぶこともあります。一方で、この、交換性を持たない
軍、つまりアーベル軍ではないのこと、ない軍のことを非可感軍と呼ぶこともあります。いいでしょうか。はい。で、今日というか、今日ですね、の、メインテーマは、有限群なんですけど、有限群というのは、簡単な話で、この集合 G が有限集合であるような場合のことですね。はい。で、有限集合 G の要素数のことを、この縦棒を使って書きます。ので、これは、今までもあったと思いますけども、これを使っていきます。で、有限群の位数といったら、この集合 G の要素数のことのこと、要素数のことを指します。まあ、位数ってオーダーってよく英語で言ったりしますけども、だから有限群のオーダーといったら、それは、要素数のことになります。でそうすると、先ほど、見てきた例で、例1っていうのは何だかっていうと、例1っていうのは整数とプラスですね。でこの場合は、この Z っていう集合が有限集合ではないので、これは有限群ではないです。有限群ではないけども、これは、アーベル群ですね。可換性を満たすものになっています。で、例2で4っていうのは要素数4。つまり、位数4の群であり、表をですね、じっくり見てあげると、これ、アーベル群になるということがわかります。で、先ほど前のページの要素数6、位数6の例というのは、これ、有限群なんだけども、可換性を満たさないので、これ、非可換群になるということになります。ですね。で、この講義では、有限群を焦点に、有限群に焦点を当てて考えていくということになります。はい。で、群に関してはですね、いろんな、表記法があります。この X 丸 Y と書くことを、普通はやるんだけど、そうと書かずに、先ほど言った通り、XY と丸を書かずに書くことも多いです。だからまあ、そういう意味で、この丸のことをですね、積というふうに、呼ぶこともあったりしますけども、まあ、積とはあんまり言わない。かもしれません。はい。でも、まあ、X 丸 Y のことを X だとかあります。そうすると、この X 丸 X っていうのは、まあ、X かける X なので、X2 乗と書くこともありますし、まあ、この語法が書いてきます。で、結合性を満たしますから、X 丸 Y、X 丸 Y 丸 Z を、まあ、どのように、その、カッコつけて、作っても同じになります。だから、これらのことは、カッコをつけずに、X 丸 Y 丸 Z と書いて、もっと省略して、X、Y、Z と書くことも多いです。はい。でそうすると、まあ、XXX というふうなものも出てくるんだけども、それは、まあ、X を3回かけているという意味で、X3 乗と書くこともあると。で同じように、X を N 個並べたものは、X2 乗と書きます。X を N、だから、例えば、XXXXX っていうのが、X の5乗です。で先ほど言ったことですね、X の逆転を X インバースと書くことが多いんですけど、そうしたら、X インバースを N 個並べたものを X のマイナス N 乗と書いてします。X インバース、X インバース、X インバースって、これは、まあ、X のマイナス3乗と、まあ、こういうふうにもなりますね。で、この、規則のもとで、X0 乗は単元を表すというふうにします。はい、でこの時に、次の指数法則になったんです。これ重要です。何かというと、任意の整数 nm に対して、x の n 乗、x の m 乗というのは、xn プラス m 乗です。これ整数なんで、これ正の整数には限らないんですね。じゃあ、例えば、ちょっと上に書きますけども、x の3乗、x のマイナス2乗、こういうものがあるとします。だから、この下の場合で言うと、m が3で、m がマイナス2の時ですね。でこれは、文字で書くと、文字が全部書く。クラスと XX、X インバース、X インバースになります。ですか。で、逆元の定義から、XX インバースっていうのは、まず、掛け算の順序はどのように行ってもいいので、この XX インバースに着目しますけども、この部分はこれ単位元なんです。単位元っていうのはどういう性質を持ってたかっていうと、何にかけてもそのものなんですね。だから例えばその、E、だから、じゃあ、ここ書きます。これ、X、X、E、X、インバース。このあたりですね。で、この XE っていうのは、この単位元の定義からこれ X なわけです。ですか。だから、これ自身は、X、X、X、インバースになります。ですか。そうすると、この後ろの X、X、インバースのところ、これまた、これ単位元なわけです。ですかね。そうすると、これ全体は XE になって、で、XE は上の式。
ここですね。ここと同じことをすると、これは x になります。でこれはまあ x の1乗だと思うんですね。そうすると、この例においては、ちゃんとこの質量が成り立っているということがわかるわけですね。いいでしょうか。だからこれは今、nn が3で m がマイナス2の時やってますけども、これ何においても正しいとございます。そうすると、例えば、x の3乗、x の0乗というのを考えると、これは、下の法則が正しいとすると、あれは x の3プラス0乗なので、これは x3 乗になるという意味ですね。そうすると、この x の0乗っていうのは、実はこれ単位元であるということが、要請されて、まあ、だからこそ x の0乗で単位元を表すということになるわけです。はい。このような表記を今後していきます。はい。ではですね、ちょっと、まあ、練習問題というのがあって、ちょっとこれやってみましょう。まあ、群になれるために。群があったときに、任意の xy という要素に対して、xy の逆元インバースは、y インバース x インバースです。ということですね。で、これを、正しいんですけども、これをちょっと証明しましょう。で証明するときには、今までの、群の定義とか群の性質だけがしか使えないわけですね。で、それを今からやっていきます。そうすると、今じゃあこの左辺を見てみましょう。左辺見てみましょう。で、そうすると、左辺は xy の逆元なわけです。で、そうするとこれ逆元の定義を使うしかないわけですね。で、逆元の定義を使うと、xy の逆元っていうのは、その xy にそれをかけたら単位元 e になるんだという、まあそういうものだったんですね。さあ、これが何とします。これが何とします。で、じゃあこれを見てみます。で今、で、ここで何をするかっていうと、この式の両辺に左から x インバースをかけます。そうすると、等しいものの両辺、等しいものの、左から x インバースをかけると、その結果も等しいわけです。だからこの式を選びます。ですね。この式は上の式の両辺に左から x インバースをかけたものですね。で、そうすると、まずじゃあ右辺見るんですけど、右辺は x インバース e です。で、e というのが単位元でしたから、単位元には何かけても変わらない。だから、右辺は x インバースになります。ですね。で、左辺の方なんですけども、これは、x インバースかける x かける y かける xy のインバース。なので、このカッコの付け方を変えると、x インバース x を先に、かけてあげても良いということになります。で、そうすると、逆元の定義から、x インバース x ね、これは単位元なので、これ、全体としては、y、xy のインバースになります。で、これがここまでの話です。で、ここまでやられました。じゃあ、ここまで分かったら、次に、じゃあ、この式に対して、両辺に左から y インバースをかけます。そうすると、こうなりますね。ですね。で、まあ、右辺はそのままなんですけど、左辺を見てみると、この、y インバース y という、これは逆元の定義から単位元になります。そうすると、これ単位元に何かが来てますから、その何かが残ると。で、この何かというのが欲しかったもの、ということになるわけですね。で、これが右辺と等しい。これが、欲しかった式の部品と等しいので、これで証明が終わるということになります。はい、よろしいでしょうか。だから定義だけしかこれ使ってないんですね。はい。で、まあ、こんな感じで、これが分かると。で、ですね、ちょっと、これを言うと、こんな感じかもしれませんけど、皆さん、行列っていうのを、ご存知だと思いますけど、これ行列の時の、なんかある種、ある、規則になんか似てるんですよね。行列の場合なんだったかっていうと、正則行列、正則行列っていうのは、逆行列も行列ですけども、正則行列 A、B に対して、あ、不正則行列 A、B に対してちょっと書くというか、言うようになったかな。M 字です。M 字、同じ、大きさの、正則行列に対して、AB の逆行列は、実は B の逆行列かける A の逆行列です。あとこういう公式というか性質が行列にはあったんですよね。あったんですね。で、これはですね、実は、ここに書いてあることと、まあ、ほぼ同じというか、まあ、原理は同じなんですね、原理はね。原理は同じです。これ証明も実は、この逆行列の性質を示すときには、こんなような形で、実は証明できるんですよね。だから、その、行列の話と群の話っていうのは非常に近い部分があるんですけども、ちょっとそのつながりについては、まあ、この講義ではあんまり触れていかないということになります。はい。それはそれでですね、非常に面白い
トピックではあるんですけども、それはあんまりここでは追い求めないことにします。はい。で、何をするかというと、これは練習問題でしたということですね。はい。ではですね、前回、置換群って話をしたんですけども、まあ、その置換群っていうのは、まあ、群って言葉がついてるんだから、もちろんこれ群なんですね。まあ、それをちょっと確認しましょうということになります。置換群って何だったかというと、まあ、その置換の集合なわけです。X 乗の置換といったら、それは、X の上の、置換、全単者はですね、たくさん集めてきた集合なんですけども、まあ、その集合を S とすると、それがここの3つの、整数を満たさなくちゃいけないということですね。1つは、まあ、高等置換をちゃんと含んでいること。で、2つ目は、π と σという、置換が S に入っていたら、その合成、積も S の中に入っているとですね。で、もう1個、π がこの置換の集合 S の要素だったら、π インバースという逆置換もこの S の要素であるということですね。で、実は、このような、性質を満たしている置換群っていうのは確かに群であるということが先ほどの定義からわかります。観察。置換群は写像の合成に関して群である。そうすると、置換群で高等置換っていったものは群における単元であって、逆置換って呼んでいたものはその逆元に対応していると。そういうことになるわけですね。だから、まあ、前回、実は置換群っていうのは、まあ、群の一つの例になっていると思ってください。はい。で、そう思うと、まあ、このような形でその群表も書けるわけですね。対象群に。これは対象群の場合ですけども、まあ、置換群に対して。まあ、例えば、ここに1、2いきますね。1、2と1、3の積は1、3、2ですと。まあ、これは、構成で書いて、これ、この順番でいいかどうかちょっとわかんないですけども、1、2、1、3は1、3、2ですと。ですね。だから、で、これは合成だから、こっち側が先じゃなすぎなくて、1、2、3があって、まず1、3を入れ替えて、次に1、2を入れ替える。ここですね。次に1、2を入れ替える。で、そうすると全体として、1が3に行って、2が、1が3に行って、3が2に行って、2が1に行くっていう、1、3、2という巡回置換になると思うんですね。っていうのが、1、2-1-3が1-3-2だというところに書いてあるということになります。いいですかね。まあ、こんな感じで、この対象群っていうのは、すべての置換を持ってきたものでしたけども、そういうものに対しても群表を書けるということになって、確かにこれが群になっているということは、頑張れば確認できます。はい。でですね、交代群っていうのを、ちょっとこれ前回、説明してなかったんですけど、交代群っていうのは、偶置換全体の集合です。で、要素数3の場合には、偶置換っていうのは、高等置換と、この巡回置換、だけになります。長さ3の巡回だけになります。で、実際に、表を書いてみると、確かに群だなというのがわかるということになります。はい。でですね、今日ちょっともう少しちゃんとご紹介したいのは、群の表示という話で、まあ、これをちょっと次回使っているので、これをまずご紹介します。何かというと、今ですね、群がありますとしたときに、A がこの群の要素で あるんだったら、A×A、だから A の2乗というのもこの群の要素なわけです。何かというと、これはその、A の2乗っていうのは、A丸A であって、これはね、A丸A であって、A丸A っていうのは、その演算の結果ですから、もちろんその群の要素なわけです。そうすると、この A丸A に対して、また A をかけた。この A の3乗っていうのも、これも演算の結果だから、やっぱり G の要素なわけです。って感じで、A の2乗、A の3乗、A の4乗、A の5乗っていうふうにして、どんどん、このグラフじゃなくて、群の要素がどんどん作れるんですね。で、ちょっとこれは、前回やった、K2 グラフのようなイメージで書くと、まず、単位元があって、単位元に対して A をかけると、そこから A ができます。で、それに対してまた A をかけると、A の2乗になります。で、それに対して A をかけると、また A の3になります。こんな感じですね。こんな感じで、その、まあ、その、K2 グラフが作られているという感じになるわけですね。はい。で、もしですね、まあ、違う要素、A、B っていうのがあったら、まあ、その、単位元に A だけじゃなくて、この B を書く
かもあるわけですね。でそうすると、もうこれ B ができると。じゃあ A に B をかけると、右側ですね。これ AB になると。こんな感じですね。で、A に2乗に B をかけると、A2 乗 B となる。こんな感じになると。で、B に A をかけると、これは BA になると。こんな感じですね。でだから、どんどん、この、分の要素っていうのが作られていくんですよ。で、そうするとですね、ちょっと困ったことが起きるなってことが分かって、何かというと、こういうふうにやっていくと、無限に要素が作れてしまうような気がしてしまうんですね。この群の。だけども、群の中には有限群っていうのもあるわけだから、こういうふうに無限に要素が作られてしまったら困るわけです。作られてしまったら困るということは何かというと、実はですね、こういうふうにきちんと作っていった、どんどん作っていったものの、いくつかは実は同じなんですね。その有限群においては。で、それが同じであるということを、ちょっとうまく表現してあげないといけなくなるわけです。で、それが、群の表示というものの、ちょっと、やり方で、それをどういうふうにするかっていうと、こんな感じになります。で、先ほどのですね、これ、例3というもので、これ、有限群なんですけども、これは、先ほどみたいに思うと、これ、X、Y、Z、W、X、Z、W っていう、これ、4つ記号があるんで、先ほどみたいな感じで、この、経理グラフを作るようなイメージで言うと、E に対して、それに X、Y、Z をかけると、X、Y、Z、W、っていうのができるんだけども、例えば X に右から、例えば、X また Y、Z、W をかけると、そこで、XX とか、ここは XW とか、また新しいのができちゃうような気がするんですね。でも気がするんだけども、実はこの表を見ると、XX って実は X なんだと。XW っていうのは実は XW だから W。W なんだとちょっとわかると。そうすると実はここにですね、二つなんか違うように書いている W と XW というのは実は同じなんだということが、この表からわかるんです。で、ここの説明ではちょっと違うと書いてあるんですけど、何かというと、例えばですね、Y と Z の人、YZ の人。そうすると YZ は W なんですね。これ別のこと言うと何かっていうと、W っていう文字は使わずに、Y と Z だけ使えば W は書けると思います。だから W がある意味で不要です。だから W が使わずに、この、群というのは Y と Z だけを使って書いていくこともできるかもしれないなと思うんですね。で、X はこれ単位元です。だから単位元は、まあ、単位元も必要なので、それは書くとします。で、だから単位元 E 以外に W っていう記号は、なんて言えばいいんだろうな、冗長で、Y と Z だけ使えばいいんじゃないかなと。だから今ここ X 書いてるんだけど、これ X の実は、これ E と同じなんですよね。X も冗長。だから Y と Z だけを使えば、他のものを全部表せるんじゃないかっていう気がするということですね。じゃあ、Y と Z だけ使ってくるんだけども、じゃあ Y に対して、なんか Y2 乗とか Y3 乗とかっていうふうに、ここがまた無限にこういうふうに連なっていってしまう。これまた問題なわけです。だけども実際は、この表を見ると、y×y は x なんですね。だから y 二乗っていうのを作った瞬間に、またこれはこの x あるいはこの e と同じになるということがわかるわけです。だからこういうふうになんかこの作っていくんだけども、y 二乗は実はこの e に戻るんだよという関係を y っていうのが満たしているわけですね。同じことは z に対しても言えます。z のところを見てみると、z×zx だというふうになっているので、z に対して z の二乗っていうのを作ってあげると、実はこれまた E と同じなんだと分かるので、Z っていうのは、そういうものを満たすものなんだということが分かる。で、そういう関係を、関係式をちょっと書いてあげましょうと。実は、Y と Z は、YZ イコール Z は Y を満たす。だからこれ、果敢なんですよ、Y と Z っていうのはね。果敢な原理になっている。こういうことも言っている。で、まあ、こういう関係を全部というか、まあ、いろいろと書いてあげて、それによって、このなんか、無限にこう発散するような形でできていくような群は実は有限なんだよってことを書いてあげたい。というのが群の表示になって、それが次のページに説明されています。どういうことかというと、今の XYZW っていうのは次のように書く、まあ、X を、まあ、単位元で E としましょうと。で、Y と Z は別の記号 A と B と書くと言いましょう。これ別に、Y と Z を A と B に、置き直す必然性はないです。それはちょっと、そうしただけと思ってください。で、
W というのは YZ だったから、それは YZ を表す AB と書いちゃいましょう。だから、Z って書いてて、W がこの A と B から作られるという立場になっているということですね。そういうような有限集合を考える。で、それを使って、こう書き直してみると、こんな感じになる。先ほどのところの記号を Y を、X を E。X を E。Y を A。Z を B。W を AB に置き直したわけです。置き直した表がこれです。これです。で、これは、今表で書いてるんですけども、別の書き方がこれです。こういうふうな一行の書き方で、ね、書くこともあります。で、これ何かというと、これは、まずここの縦棒があるんですけども、その前に AB となります。で、これは何かというと、A と B を並べることによって、この群の要素をすべて表現しましょうと。まあ、単位元もあるんですけど、単位元もあるんですけど、単位元と A と B を並べることで、すべて表現すると。で、だから並べたものが A と B と AB とか、こういうのが A2 乗とかね、A、A、B、A、B とかってもあり得るかもしれないんだけども、実はそれは、この E、A、B、A、B のどれかと必ず等しくなりますよってことに、最終的になります。で、この並べたときに、この式ですね。後ろの式。縦棒の後ろの式。これを使って置き換えをしてよいですよと。で、置き換える規則はこれら、あるいはこれらから導かれるもの以外にないっていうのが、この表示の仕方です。で、実際に、このような規則で群を作ると、この E、A、B、E、A, B, A, B のみに、この群の要素が限られるということがわかります。はい。で、なんでそれに限られるのかってことを今から説明するんですけども、とりあえずここまでまず理解してもらって、言葉を説明します。今、この縦棒の前にあるんですね。これを、この群の生成形、生成集合と呼んだりして、この後ろにあるこの式のことを関係式と呼んだりします。前回ですね、置換群を定義するときに、その置換群の生成形っていうのもあったと思うんですけども、そのときになんかこういうような記号を作ったと、使ったと思います。これに、この記号の、使い方似てると思ってください。で、まあ、前回はこの集合しかなかったんですけど、今回はこの集合の後ろになんかこの関係式がついているというふうに思ってください。はい。ではですね、例えば、じゃあ、例えばですね、だから今、この A と B を並べるんだけど、例えば、じゃあ A2 乗 BA っていうのは、この表の中に現れ、表の中に現れるわけです。なんでかっていうと、それは、この置き換えを行うからです。で、置き換えを行うと何が起こるかっていうと、まず、まずですね、A の2乗は単位元です。だから、この初めの A の2乗というのは、ここは単位元に置き換えられるわけです。で、置き換えたら、その、まあ、単位が消えるわけですね。で、BA があるんだけど、BA っていうのはまだこの中にありません。で、実際 BA は、この、イコール AB になるので、これは AB で等しいんですね。で、そうすると、これは、表の中にあるな、ということで、この A と B を別の形で並べても、必ず、この中のどれかに落ち着くということになります。なので、この、群は、この4つの、要素しか持たないものになるということになります。で、このようにですね、この、長い、このような並べたものを、この関係式を使って、簡単にして、ここにあるものにするっていう操作のことを、簡約と呼ぶことがあります。で、じゃあ別の例を見ましょう。じゃ例えばこの A、B3 乗 A3 乗 B っていうのがあったとすると、これは先ほど言っていた、この G というこの集合としての式ですね。E、A、B、AB の中に入ってないんだけども、じゃあこれは実際この中のどれなんでしょうということを、この関係式を使って考えていきましょう。今ですね、A、B3 乗 A3 乗 B っていうのは、全部が聞かれるとこうなりますね。その3乗を使う時がございます。で、途中に BB とか AA っていうのがあるので、それを、こう見てあげると、これらは上の規則から、単位元です。あ、それ単位元に置き換えましょう。置き換えました。で、単位元は、普通の掛け算をすると、なくなりますから、これ AB、AB になります。じゃあ、この中で今、真ん中の BA に着目しましょう。でそうすると、これは、
と、この後ろ側のこの、規則ですね。関係式から BA、BA は AB と同じだということになります。で、掛け算の順序を変えてあげると、これは AABB。で、AA は単位元、BB は単位元ですね。そう、わかりますか？単位元として単位元は単位元。だから、これは実は、この E と等しいんだということがわかるということになって、まあ、ちゃんと簡略できますね、ということになります。いいでしょうか？で、まあ、その、どんなに長くこの A と B を、くっつけても、必ず、この中のどれかになるということになります。あ、この場合はですね。じゃあですね、今、例3っていうのをやったんだけども、じゃあ例2っていうのをちょっと見てみましょう。例2って、これですね、これ別の例ですね。じゃあこれも今、XYZW を使ってるんだけども、表示を使って書き換えられないかということを考えましょう。で、そうすると、まず単位元は X でした。だからまあそれは、E とか書くことにします。で、Y と Z と W、どういう関係を持ってるかっていうと、Y の2乗は Z です。だからこの時点で Z は不要。ということになりますね。で、y の3乗を見てみると、y の3乗は、y の2乗が z なので、zy になります。で、zy は w です。y の3乗は w です。だから w も y さえあれば作れるので、w も不要。y さえあれば、z と w を表現できるので、必要なのは、単位元と y だけになります。で、じゃあ y はどういう関係を満たすかというと、y の4乗を作ると、それは y の3乗かける y。なので、これ wy になります。で、wy は x 単元ですね。だから、y の4乗を作ると、今まで知っていた単元に戻ってくるという形になっているわけです。だから、KD グラフっぽく書くと、e があって、それに対して y を右からかけると、y ができて、それにまた右から y かけると、z ができて、右から y かけると、w ができて、右から y かけるといいのが、これはこんな感じですね。こういうような、この y だけを使って、この KD グラフ、つまり、この群が生成できているという感じになっているというふうなことになって、これを、生成系と関係式で書くことをするとこうなると。今、この、y を A に置き換えたと。で、x を E に置き換えたということになりますね。でそうすると、z が A の2乗で、W が A の3乗に置き換わるということですね。で、欲しい関係式は A の4乗が E だけということになるという形で、まあ、この部分が書けるということになります。はい。なので、こういう書き方を見るときに、あ、これからこういうのが出てくるんだなってことを、まず分かってください。ということになります。でしょうか。で、これは、4番目の例です。これ、非可感の例でしたね。で、これは、初めから E は単位元だというふうに、これ、決まってたんだけども、A、B、X、Y、Z という、他に5個文字があるんだけども、実は、これも、冗長な部分があるということですね。で、何が冗長かっていうと、A の2乗は X ということが違うので、だから、X はいらない。A があれば書ける。A、B が Y なので、Y も A と B があれば書ける。で、じゃあ、B、A は Z ですから、A と B があれば Z が書けるということですね。で、B、B は E とか、こんな感じなんで、A、B は何を言ってるのか、A と B は多分両方とも言います。で、じゃあ A と B はどういう関係を持っているかというと、まあ、ここに書いてあるような関係があるということは、表を眺めると分かったりします。で、これを使って、表現を、表示をするとこんな感じになると、ね。A と B だけを使って、A の3乗、B の2乗、AB、AB が単元であるというような形で書けるとですね。はい。こんな形の群になるということがわかるということになります。はい。ではですね、群の表示の、問い先ほどこういうのが得られたので、じゃあ簡略の例として、じゃあ、ABA、ABA は今ここにありませんか？だから ABA はなんか簡略すると、この中のどれかになるはずなんですね。じゃあ何になるでしょうか？ ABA。で、ちょっとここはなんかトリッキーなことをやっていて、まずじゃあ ABA があったときに、その ABA の後ろに BB というこの単位元をつけてあげましょう。つけてあげました。で、そうすると、これ ABAB ができます。ABAB できます。で、ABAB は単位元なので、E になると。AB は B ですね。だから実は ABA っていうのは B と等しいですということがわかるということになります。
はい。じゃあ、別のもの、A 字上 B、A 字上 B。これを、じゃあ、簡略しましょう。で、これまず、また、二乗差で書きましたね。で、そうすると、ここで何が分かるのかというと、ですね、まずですね、この A と A の間、ここに、この単位元ちょっと入れてあげましょう。入れてあげましょう。で入れてあげたんだけども、この単位元を今、BB だと思いましょう。B の乗だと思いましょう。こうします。そうすると、ここに ABAB っていうのができまして、ABAB できると ABAB を全部こうやって消しますから、単位元にね。嬉しいわけですね。で、これ消しました。で、そうすると残るのは、これで、これ ABAB ですね。これまた単位元ですね。ここですね。単位元ですね。だから、これはやっぱり単位元です。これじゃあ、A 字上 B、A 字上 B、これやっぱり単位元です。ということが、この、簡略からわかるということになりますね。で、まあ、こういう文なんだということになります。よろしいでしょうか。はい。で、次にですね、群の同型性と順同型性っていうのがあるんですけども、これはどうしようかな。いいですね。まだこれ、やれますね。まだ1時間経ってないですね。全然。時間ある。じゃあ時間があるので、これはじゃあ今から、じゃあ群の同型性と順同型性の話をしていきます。ちょっと授業が1時間どうかって思ってますけど、これ90分ありますね。すいません。はい。ですね、先ほど、対象群の S3 の群表っていうのを、これ、あげたんですけど、じゃあ、これの、表示を考えましょう。これだと、冗長なものがたくさんあるかなというふうに思うので、それを考えましょう。で、これ一つの表示法ですね。そこで、じっと眺めてあげると、これが、先ほどのものと同じ群になっていることが多分わかるんですけども、で、これは、まあ、ここに書いてある表示を持つ有限群です。有限群です。で、ここはその E, A, B, B, A, B, B, A, A, B っていう6個の要素を持つような形で書いてます。はい。で、実は、まあ、これ別の表示もあり得るんですね。まあ、こんな感じで。まあ、これとこれを、まあ、その2つ、使って、他のものはその X と Y を使って作っていると。Y, X, X, Y にしようと。こんな感じですね。そうすると、まあ、この表示も変わってくるわけです。で、これどちらも先ほどの対象群 S3 の表示なんですね。で、まあ、まずその、ちょっと考えなきゃいけなくて、これが本当に S3 の表示なのかって、ここはちゃんと示す必要あるんだけども、まあ一応じゃあこれは得られたと思ってください。そうすると、この2つは表示としては全然違うんですね。違うんだけども、どちらもこの3次対象群 S3 なんですよ。で、別な言い方すると、別な言い方すると、この二つの有限群は、三次の対象群と同型であると言います。だその、群表として同じ構造を持つものを持っていると。そうですね。で、まあ、同型ってことを今から、まあ、ちゃんと定義して、本当にこの二つの群が、三次対象群と同じ、本質的に同じ、同型であるんだってことをちゃんと証明しようと思います。でそのために、その同型であるってことのこと、定義を行います。で、そのためにですね、まず、順同型って言いますね。群が2つあるとします。1つは G で、演算が丸で書かれている。もう1つは、H という集合で、演算が星で書かれていると思ってください。だからどちらも掛け算なんだけど、その掛け算が区別されていると思ってください。はい。で、この G から H への群順同型写像って言ったら、それは、G から H という集合同士の写像ですね。G から H への写像ファイで、次を満たすもの。任意の G の要素 XY に対して、X と Y の掛け算、積を Y、ファイで移したものは、X をファイで移したものと Y をファイで移したものの掛け算の結果と等しい。これ何を言ってるのかっていうのが分かんないかもしれないけど、ちょっと上に図を書くと、まあ、G という集合と H という集合があるわけです。でそうすると、ここで、X 丸 Y イコール Z っていうなんかその演算ができるとします。で、これをそのまま H の方に持っていきたいんですね。H の方に持っていく。何かというと、この Z をこの、ファイという写像で写すと、これ、ファイ Z になるわけです。ファイ Z になる。で、ここ、元々の G のところで、X 丸 Y と Z 等しいので、ファイ X 丸 Y はファイ Z 等しいわけです。
これは言えます。これは、順同系であろうが、何だろうが、この、ファイが何であろうが、これは言えます。で、ファイが群順同系素度であるときには何が言えるのかっていうと、この演算の結果っていうのは実は、x を先にファイで移して、y を先にファイで移して、その移したもの同士を、この星で、この y における演算にかけたものと等しくなっている。っていうことを要求しています。わかりますかね？ちょっと図が悪い気がするので、ちょっと別の図書きますね。別の図書きますね。別の図書きます。今、x と y があって、そこから x 丸 y ってできたとします。あんまりちょっと説明になってないかな。ちょっとやっぱりやめようか。でも、まあ、書き始めたら書きますね。でこの時に、ファイによって、ファイ x とファイ y に、x と y は移されるんだけども、これによって、h において演算を行うと、ファイ x 欲しい、ファイ y というのができます。ですか。で、実は、x 丸 y をファイで移すと、それは、ファイ x 丸 y になるんだけども、それと、これが等しい。それが群順同型写像の定義なんですね。わかりにくいかな。なんか図が悪い気もするし、あんまり伝わってない気もするんですけども、まあ、これは定義です。はい。で、群同型写像は何かというと、群順同型写像で、なおかつ、この写像ファイが全単写である場合、それを群同型写像と言います。で、群同型素が存在するような G と H ことを同型と言います。同型と言います。はい。さあ、でも気分で言うと、これは、気分を言うと、群表が同じ。群表の形が同じ。形って何なのかってちゃんと定義しないけども、まあ、形が同じということになります。で、じゃあ先ほどの例を見てみましょう。これですね、先ほど、これですね、3次の対象度ってのがあって、ここに全ての、その、置換ですね。要素数3の集合1、2、3乗の置換があるんですけども、それに対して2つ表示をやというふうに言ってました。で、じゃあ本当にこの G っていうのは、この三次対象群の表示、つまり、同型なのかと、この S3 と G、これ同型なのかってことを考えたいっていうですね。で、そのために、この、ファイという、この写像を考えましょう。で、そうすると、これは、S3 の要素を G の要素に移すような写像で、ここに書いてあるような形になる。で、ちょっと、注意しなくちゃいけないのは、注意する前に、じゃあ、言いますね。高等置換は単位元に移すと。で、1、2っていう、時間は A に移す。1、3は B、2、3は BAB、1、2、3は BA、1、3、2は A に移す。で、そうですね。これ今 G っていうのは集合としては EAB、BAB、BA、AB でした。ので、これちゃんと、ファイはまず全単車です。このファイ、これ書いてあるもの、これでは、ファイは全単車。であることはここからわかります。この、作り方からわかります。で、実際これ同型写像なんですけども、同型写像だってことを言うために、先ほどのその規則をちゃんと確認するわけですね。で、例えばですね、1213と13っていうものがあったときに、それを合成した後でファイで移すってことをすると何になるか、考えます。そうすると1213、合成するところ132になります。ちょっとこれちゃんとやろうかな。123。まず、はじめに1、3を交換して、こちらですね。で次に1、2を交換すると。そうすると、1が3に移って、3が2に移って、2が1に移るっていう巡回時間ですね。になりますね。で、それをファイで移すとなります。で、そうすると1、3、2をファイで移したのが AB ですね。AB になります。ここまで、それがわかります。じゃあ一方で AB って何なのかというと、A は何なのかっていうと、A は、これですね。
φ12 ですね。で、B は φ13 です。A は φ12 で、B は φ13 なんですね。ちょっと上の方の表を変えましょうか。ここは同じです。ですか。そうすると、この、ファイがなんかこの分配されているような形なんですね。だから、ちゃんと書こうとすると、φ12÷13 っていうのは、φ12×星にしようかね。φ13。こんな形になってますね。だから、この1213っていう2つの要素に対しては、この投稿がちゃんと見当たっているということになるわけです。で、これは、その、この、二つのですね、置換として何を持ってきても実は成り立ちます。まあ、それは、まあ、すべての場合を尽くしてあげなくちゃ確認できないかもしれませんけども、それ確認してあげるとちゃんとなっていくことがわかります。ということで、この G と S3 は同じ群である。別に言うと、G はちゃんと S3 の表示であるということが、ここからわかるということになるわけです。はい。で、実際に、本当に、その、確認するためには、今その、すべての、この1213とかっていうような、置換の組を持ってきて、この等式が成り立つことを確認すればいいって言ったんだけども、それは割と大変なんですね。で、大変なんですけども、この場合はですね、これ表示の中の、この関係式が与えられているので、この関係式がちゃんと、この写像によって保たれるってことを言ってあげれば、それで十分です。関係式を満たすことが確認できているようです。で、それをやってみましょう。で例えば、関係式ですね。例えば、この一つ目の関係式、A の2乗が単元である。A の2乗単元。それを本当にちゃんとこの、移り変わりで言えますか。で、A の2乗、じゃあ考えましょう。先ほど言った通り、A は φ12 ですから、A の2乗は φ12、φ12 になるわけです。で、今ですね、この、φ が、同型作動であるとすると、この φ12、φ12 は φ12、になるわけです。この言い方でいけないかな。まあ、いや、まあ、そういう言いましょう。φ12、φ12。で、1212は何かっていうと、これは、五感の積、五感を2回やってるのに、これは、単位、高等置換に戻ります。だから、1212っていうのは、高等置換です。はい。で、φe は何かっていうと、単位元ですね。だから、a2 乗が単位元になるという式はちゃんと得られると。で、同じように、b2 乗も単位元であるとか、ab、ab、ab っていうのも単位元であるということがちゃんと言えます。同じように言っていると。なので、この関係式は全部満たされるので、確かにこの写像は同型写像であるということが言えるということになります。まあ、この方が、まあ、その手間は少ないということになりますね。はい。時間をかけてやりましょうかね。じゃあ、例えば ABABAB をやりましょう。で、ABABAB、A と B、こんな感じになってますから、1213、1213、123。まあ、こんな感じになっているということですね。はい。で、それを、中に入れると、1213、1213、1213という形になります。で、これは、実際に、席を作ってあげると、これは、これですね。高等置換になります。高等置換になりますので、やると言ってやってないかな。まあ、高等置換になりますから、高等置換を移した席は単位。ということで OK ということになります。はい。ちょっと後でやりますけども、純度計算上は必ず単位元を単位元に移す必要があります。はい。で、まあ、こんな形で確認ができるということになります。はい。で、今これ G の方だったんですけども、じゃあ H の方も同じ形でできます。まあ、H については、例えば、ここに書いてあるような、全単車を作ってあげれば同じように、この、1,2,3,4,5 個の関係式が成り立つということが分かりますから、それで大丈夫ということを、まあ、演習問題にしてますので、実際に確かめてみてください。はい。ではですね、最後に、群順動機の性質というのを、言います。で、これ先ほどちょっと口で言ったものですね。何かというと、群が2つありまして、群順統計作像 φ というのがあったとき、G の単位元を EG、H の単位元を EH としたら、EG をこの群順統計作動で移したものは必ず H の単位元になるということです。なぜでしょうか。順統計作動の定義を使います。で、そうすると、
まず、phi eg を考えるんですけども、eg、g の単位元は g の単位元かける g の単位元に等しいです。これは単位元の定義ですね。で、単位元の定義。で、その次の部分は何かというと、ここは、群順動径の定義です。定義でこの中にある数値を外に出すという形になります。で、そうすると何がわかるかっていうと、今、この、φEg は、φEg×φEg と等しいということになったので、この両辺に、右から φEg の逆円を書きます。両辺に、から φEg の逆円を書きます。そうすると、こうなりますね。今のこの φEg っていうのは h の要素なので、全部これ h の要素なので、h の要素なので、これかけるときには、h における演算にかけますね。ですね。でそうすると、何かというと、この右の方じゃなくて左の方、左の方は φEg かける φEg インバースなので、これは h における単位になります。一方で、フェンの方は、φEg、φEg、φEg インバースなんですけども、この後ろの部分の2つの部分、これは、φEg にその逆円かけてますから、これは EH になります。H における単位ですね。で、単位元かけたものは同じなので、φEg が残ると。つまり EH と φEg が等しいという押し方式ができる。できくるという形で証明が終わります。いいですか？はい。で、これは単位元に関する、性質なんですけども、逆元についても同じような性質が言えます。同じような定義かな。同じような設定において、x の、g の任意の要素に対して、x のインバースを φ という順動計算像で移した先は、x を φ で移したものの逆元になるということですね。これも同じような実験かな。まあ、これ、先ほどの性質1も使うかな。1も使ってうまく証明できると思うので、ぜひやってみてください。まあ、そこやってみると、群順動傾斜像の気持ちが分かってくるということになると思います。はい。では、今日のまとめですね。群として、まあ、その有限群というものがあって、それを、定義して、まあ、単位元とか逆元とか、あるいはその群表とかいうものを使って、定義したんですけども、その後で、まあ、実はそういう、書き方は割と上調なので、もう少しコンパクトに書く方法があって、まあ、それが群の表示であるというふうに言いました。で、最後に群の同型性とか、群の順同型写像とかっていう話をして、その同じ群というものを実際に、定義するってことと、それが本当に同じものであるのあることを証明する手法っていうのをご紹介しました。はい。で、今日の話はこれで、次回のこれですね。前回の置換群で、今回有限群の話をしたんですけども、それを使って、次の問題をちょっと解いてみたいというのがありまして、まあ、それが、この二三代数のところでの最終的な目標になるんですけども、一つは 15% ですね。これは、第0回目の時に予告した話です。これ解いてみます。もう一つが、タイリングの話があります。で、タイリングの話とかちょっとですね、ややこしいんですけども、これも、ぜひご紹介したいので、やってみたいと思います。タイミング実は有限群じゃないんですけども、有限群の話としてうまくやるという形になりますので、ぜひご期待ください。はい。では、今日の授業はこれで終わりになります。ありがとうございました。